1953年の南海ホークスでは、1953年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の8年目のシーズンであり、3年連続5度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。それまで2類のレギュラーだった鶴岡は、自身の高齢もあり、自らは引退して、監督に専念。2年連続で、 リーグ優勝のチームはこの年も、木塚忠介が一番打者として、投類を重ね、影山和夫や飯田徳次、岡本勇などが堅実に安打や、本塁打を量産した。この年鶴岡監督に代わって二類のレギュラーとなった、岡本は、開幕から打撃が好調で、シーズン終了後22歳の若さで、首位打者を獲得するなど優勝に貢献し、MVP も受賞。チームは4月を、 首位の毎日から2ゲーム差の3位で終えると、5月以降首位に浮上。一時は大英に首位を譲ったが終盤に、大英、半球に疲れが見え始めると、一気に首位を奪還し最後は3年連続でゴールイン。打撃陣は、岡本、飯田、影山などの活躍もあり、チーム打率は、265でリーグ1位、228盗塁は、リーグ1位。投手陣は、 防御率が前年より低下したが、防御率を3点台にとどめた。日本シリーズは、巨人との対戦となったが、夜行列車での移動が影響したのか2勝4敗1分で、破れ鶴岡監督の胴上げはお預けとなった。ありがとうございます。